こんにちは、ヤモト道場の山本誠司です。さあ、自宅練習でかっこよく角度、クラブと手首の角度を作ろう、第2弾でございます。この間こういう意識で、手首の角度が作れるというふうなことを説明しましたが、さらに突っ込んでですね、ちょっとやってみたいと思います。まず、素振りです。これはもうほんまに素振りが重要です。で、ちょっと今日は段階いきたいと思います。まず絶対にこの素振りをするときに、対象の高さ、素振りをするところの高さはベルト付近からちょっと上でもいいです。この辺、この辺でいいです。で、これまあボールが下やから下と思うけど、下にしようとするとほんまにこうやって打ちに行きます。これね、下のボールをほんまに打つ時の意識の注意点っていうのは、もうほんまに体に、バットクラブをつけて打つ時にイメージはここから下になると遠いんで打ちに行っちゃいます。だからこんな感じ、くっつけて、くっつけた状態で自分の体がこういう状態に打つようなイメージでないと、あ、ここだったら近いからこれ覚えやすいわけです。皆さんもまずはこれぐらいの高さで覚えやすい、覚えやすい。考えたら野球選手やってますよね。ランディーバースとかこうやってますよ。こうしたらダメ、こうです、こうです。で、近く近く、バーン、これぐらいの高さが一番いいです。で、ずっとこれで、ずっとこれで習慣づけてください。で、徐々に低くしていきます。徐々に低く、徐々に低くしてくるんですけど、絶対に自分が手を落とさないで、こんな感じ、こんな感じですね。はい。で、これは贅沢なことの、私はいつも、これを挟みます。まあ、クラブに行ってもいいです。クラブに行ってもいいですけれども、私はですね、このバットでイメージができたから、まあ、普通の長さのバットでいいです。軟式用のものでもいいです。あの、素振り用ですから長かったらいいです。で、私は今後ちょっとドライバー用に使えるかなということで、こういう長い、トップの、バランスがトップの、これさっきと真逆ですね。ものすごいヘッドが効いてきます。ものすごいヘッドが効いてくるんで、めちゃくちゃ扱いづらいです、ね、扱いづらいというのは、この長いものを扱うときにもうこうしたくなる、もうこうしたらもう全然ダメです。ですから長いものほどこういかんだかなわけですね。じゃあもう皆さんは、イメージで、これぐらいのものをこんな感じ、もうこう出たらもう終わりです。こう、こう、ね、このままストーン、このままストーンという感じです。長いから残ります。長いからヘッドが残りやすいけれども、ぐっと我慢してスパーン打つイメージ。宇宙間に向かって残して、
宇宙間に向かって相当難しいですけど、これもちょっと見てもらったら分かるけど、スピードいらないです全然。パンパンっていう感じですね。でこれができたらすぐクラブでもいいです。でもちょっとまあ間に挟みたいんだね。そして今度はクラブになります。初めはね、こう野球みたいな握り方でもいいです。別にこのままこうです。でクラブでも素振りはベルトの高さ、まあ、ちょっと長いんでもうちょっと低くて膝の高さぐらいでいいです。こう近くのままバーン、近くのままバーン。これねもう正面からスマホで撮ってもらったらもうめちゃくちゃ角度できてます。あとはこれでボールを打てばいい。さてボール打つんですけれども、打つんですけれども、この角度というのはボールを打とうとするともう絶対打てないので、こう体にバッとクラブがくっついてる時間が長い、長い状態、長く長く長く、ね、でそこで打つのはもうこの辺のイメージです。この辺のイメージです。ちょっとイメージはこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ出していくんじゃなくて、できるだけ長く体の近くにある、近くにあるということです。打っていくというよりも近くにクラブがあることを我慢する方法ですね。そうするとちょっとね今までにないボールを打つ感触だと思います。これも最高ですね。ですからこれね、今打ちましたけれども、これはもう最後の最後ですね。こうやって打つっていうイメージをずっとつけといて、これだけだったら何にも危険ないです。こうこうこうですね。で決して打っていくんじゃなくて、もうこれはもう出ますから、クラブ、ね、バットが体のできるだけ近くにある、近くにある状態で、という感じでいいと思います、ね。そうするとクラブをこうグッと扱うものから、力をグッとこう貯めると、ね、いうことに、いけるかと思いますので、皆さんぜひこれもうおうち練習、素振り、ね、そういうものが多い方がいいので、素振りイメージトレーニングで、まあこれだけだったらですね、スポンジボールでもいいです、ね、実際すごく近くにしてこのままでやっても構いませんので、この自粛生活でぜひ、新たなスイング打ち方を習得してもらいたいと思います。それでは、まだちょっといろいろね大変ですけども、皆さん頑張っていきましょう。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら。
ツイッター、インスタグラムもやってますので、トークの方よろしくお願いします。